アドボとは、マリネを意味する単語。また、フィリピンの肉や、野菜の煮込み料理の名称でもある。酢が使われることが多く、常温での保存性を高めた料理法であると言える。語源はスペイン語で、マリネする、または、つけるを意味する動詞アドバルである。マリネしたや、つけたを意味する過去分詞型は、アドバード、または、アドバーダとなる。スペインのペスカードアドバードスペインでは、ニンニク、香辛料、 ハーブでマリネ液を作り、豚肉、イカ、魚をつけてから虫にやつけ焼き、フライにした料理をエンアドボ、またはアドバードと呼ぶ、酢の代わりに白ワインを使うこともある。アドボ料理はタッパスあるいは主菜として供される。フィリピンの鳥のアドボアドボは、フィリピンの代表的な家庭料理で、フィリピン人の国民食である。もともと、スペイン料理のアドバードを金言としている。材料は、 骨付きの鶏か豚のいずれかを使うのが代表的で鶏肉と豚肉を両方使うこともある。また、じゃがいも、人参、玉ねぎ、たけのこなどの野菜やえび、ゆで卵を具に加えることもある。多量の酢を用いた漬け汁に肉を漬け込むために肉が柔らかくなり、保存性が高まる。レシピは各家庭や店によってまちまちだが、味付けには、ニンニク、醤油かパティス、砂糖、 粒の黒胡椒、ローリエなどを使うのが一般的である。日本のカレーライスのように具と汁をご飯と同じ皿に盛ってスプーンとフォークで食べる。レシピのバリエーションは非常に豊富で煮汁を飛ばして日本料理の照り焼きのようにする例もあればシチューのように汁を残したものもある。牛肉ではなくイカを用いることも多く、この場合はイカ炭で煮汁が黒くなる。また、 唐辛子で辛味を加えたものや、ココナッツミルクで煮込んで、汁が白濁したもの、多量のグリーンピースと一緒に煮て、汁が緑色をしたもの、牛肉や魚肉を用いるもの、紅の木の種子を加えて、汁に赤色がついたもの、ナスや塩菜、オクラ、サヤインゲンなど、野菜だけを煮たものもあり、外見も風味も全く違う料理だが、いずれもアドボの一種である。 共通しているのは、中心となる具材を酢につけて煮ることである。豚肉のアドボが余ったら、煮汁と一緒に、チャーハンにしたり、スライスして焼き、白飯と卵料理に添えて朝食に食べたり、食パンに挟んで、ホットサンドにすることもある。ハワイ料理のプレートランチのメニューにもよく使われる。レシピ、編集アドボのレシピはあまりに多様なため、最も一般的な作り方は存在しない。基本は、 酢に漬けた肉などの具材を醤油、ニンニク、砂糖で煮るだけである。簡単な手順は以下の通りである。フィリピンの家庭では味の素を入れることが多い。好みに応じて漬け汁に酒やみりん、ごま油、生姜を加えても良い。ペッチョガアドバーダメキシコのチポトレのアドボ漬け。メキシコ北部とアメリカ合衆国のニューメキシコ州にはカルネアドバーダという肉の漬け焼き料理がある。 つけ汁に中辛の赤唐辛子のピュレを大量に用いるのが特徴であり、酢は少量しか用いない。メキシコ料理ではチポトレもアドボに漬けてから利用されることが多い。アドボに漬けたチポトレの缶詰も市販されている。ありがとうございます。